作藤中学校西尾市立作藤中学校は、かつて愛知県西尾市市市区町桜島影部50番地にあった公立中学校。2019年4月には西尾市立作藤小学校と統合されて義務教育学校の西尾市立桜島小祭学校が発足した三河湾に浮かぶ作藤唯一の小学校だった。全国平地教育研究連盟によって、 平地学校2級に指定されていた。1949年度の修学旅行の目的地は京都、奈良だったが、1955年度は東京、横浜、日光を訪問している。1956年度には完全給食を開始した。1960年3月25日にはテレビが寄贈され、1964年2月には8ミリ撮影機。 A 社機が寄贈された。1957年の生徒数は108人だったが、以後は年々減少している。1967年には58人、1977年には30人、1987年には17人、1997年には12人、2007年には11人、2017年には10人となっている。 2003年度からは小規模特任校制度を適用して当該からの通学を認める潮風通学が開始された。2011年4月1日に一式長が西尾市に編入合併したことで潮風通学の対象者が西尾市全域に拡大された。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。